主人様、お風呂のご用意ができましたわ。ご主人様、もちろんご主人様のご入浴を手伝いに。いたしますので。
何よ、その地獄で鬼に会ったような顔は。はっきりしないやつ嫌い。私の名前はフォニーム・テンニス。それ以上でもそれ以下でもないの。私のことをファムって呼んで子供扱いできるのは大人で、それも私の好きな人たちだけ。何？は？だから子供だって言うのよ。それとも人間なんてみんなそんなものかしら。それでずっとうろつき回ってるの？情けないったらありゃしない。ざまあないわね。みんなにご主人様って言われていい気になってるからよ。ただってわけにはいかないわね。人にお願いするときにはそれなりの見返りってものがあるんじゃない？甘いわね。私はもっとシビアでドライなんだから。
するの？私、もう行かないと。そんな紙くず、私に押し付けてどうしようってのよ。ゴミ捨てまでは申し付かってませんので、捨てて欲しかったらまたこれを用意したら。もらった分は働くわよ。私もメイドなんだから。ささ、こちらにご案内いたします。ご主人様、申し訳ございません。ご主人様は随分前に浴場に向かわれたとフィンから聞いていましたもので、お出になられたと勘違いしてしまいました。確認を怠りました。私のミスです。ご主人様に不快な思いをさせてしまいました。それでしたらよかったのですが、
ではしばらくの間ご一緒させていただきます。いいの？とは？私がご主人様に危害を加えるとでも？ご安心を。確かにエリカでしたら何を企むかわからぬところですが、私でしたら私も安心です。恥ずかしいとは？その前にご主人様であらせられます。我々メイド一同、ご主人様にお仕えすることこそが任務。周知によって任務に支障が生じるなどあってはならぬこと。例え話です。つまりそれほどの覚悟を持ってご主人様にお仕えするということ。ですからご主人様はお気になさらずに。お待ちください、ご主人様。そうは参りません。このままでは風邪をひいてしまいます。ここは少々強引ではありますが、一緒に湯船に入っていただきます。100まで数えてください。お湯に浸かる時間が短いと身体機能に異常が発生することがあります。よく温まるために。
ペコリ。